なんだここは。温泉が湧いてな。勢いで声を追っ立てしまった。どうだ、温泉。大地より熱湯が湧き出る場、いわば天然の風呂だな。なんだ風呂かよ、いいよめんどくせえ。大自然を眺めながら巨大な湯船にどっぷりと浸かる。いいじゃん、入っていこうよ。待て待て待て、一緒に入るのか。はあ、そんなわけないじゃん、あんたたちは後後。いや、一番風呂は譲れぬな。めんどくさいのが出てきたわね。わかったわかった、じゃんけんで決めよう。イルル・ケリス家の人間として負けるわけにはいかんのだ。よし行こうぜ、温泉ってやつに。ノリノリじゃん。ティオハリム、脱がないのか？ん？ああ、そうか。いつもは従者がいたのでね。すまないが、脱がしてくれないか。俺たちがかよ！なんで俺たちがこんなこと。足を上げてくれ、ティオハリム。ん？お！なんつー下着だ。確かにいいな。うん、ここまで来た甲斐があったというものだ。なんか余計に疲れたけどな。あ、ティオハリム、今のなんだ。うん、こうして手を叩くと酒が出てきたものだったが。もうこいつ沈めちまわねえか。それにしてもちょっとぬるいな。湯加減か、ちょうど良い塩梅だが。むしろ熱いくらいだぜ。いや、やっぱり物足りない。シオンから炎の剣を借りてくる。おいおい、冗談だろ。シオン、頼みが。ハルフ、お前、ん？なんだと。いい湯だった。ああ、また入ろうぜ。壁が壊された。あ、一息つけそうだね。おお、